吉宗評判記暴れん坊将軍。御巡り神社へあやめならぬ柿つばたを見物に行こうって寸法だ。お前にも一緒に来てもらうで。お話しください。おっと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 、そうはいかねえんだ。へえ、祝儀もたっぷりな。ほら何をするんです。おお、いつも痛かねえや。気持ちいい気持ちいい弁天様のお仕置き受けてるみたいなもんだ。話してください。助けて。話してください。おい、行くぞ。万吉大丈夫？将軍様、どうか深川で悪いことをするお久し組をやっつけてください。弥平長屋万吉。上様、魚河岸より初ガツオにございます。おう、初ガツオか。はい、百匹のカツオより選びましたる極上にございます。カツオの刺身と懐かしいな。ん？刺身はないのか。はい、これがカツオの刺身にございます。これが刺身か。はい、砂糖水にて何度もすすぎ、油はすべて抜いてございます。こちらがカツオのかば焼きでございます。分かった分かった、もう下げてよい。はあ、お、爺の姿が見えぬようだが、どうした。加納様はお風邪を召されたとかで、お屋敷の方に。あの爺が風邪をひくとは珍しいな。明日には出てこられるとのことでございますから、さほどには。そうか、では心配いらんな。よし、今から湯に入る。おそろ、支度をいたせ。
何にいたしましょう。あら、ちょっと人がいるか。あ、お願い。どう？お、これがよい。亭主、はい、これをくれんか。はい。あの、ちょっと、なんで死を人バカにして。お姉ちゃん、いいわよ。いや、悪かった。それにしてもぽっちゃりしすぎて、なかなかどうして、そうして口をとんがらせると、ふぐそっくりだわい。何よ、いくらお武家様だって失礼じゃないの。カマキリ。カマキリ。ええ、そうですよ。お姉ちゃん。ねえおばあちゃん、ああいうおじいさんが一番危ないんだよ。気をつけなきゃね。そうよね、あんな派手な感じだし、竹の人でちょっとね。いるんだよ、これが。しばらく来なかったけど、お父っつぁんの具合どう？それが…はいよ、はい。はい、新さん。さあ、みんな営業しないでどんどんお帰りしておくれよ。はい。ご飯も。はいよ。新さん、このアサリさ、どこで取れたか知ってるかい？いや、しかしうまいな。香川大島町の先の中洲でさ。いやね、運んでくるのがね、万吉って子供なんだけど、これがまためっ親孝行なんですよ。のう、そのえ姉さんが門前仲町一番の別品さんでね。待て待て、その万吉というのはどこに住んでるんだ？大島町の弥平長屋でさ。なあみんな。お前さん、どうしたんだ？いや、おかわり。なんたってお秋ちゃんの評判は大したもんですからね。たまんない。ごちそうさま。てつ、どこ行くんだい？おかみさん、長町一回りしてくら。あっしも一回り。おお、待てよ、俺も行くからよ。ごちそうさま。バカバカしい。おあきちゃんって子は硬いんだからね。くどいたってね、お前さん。そうだね。あっ、新さん。俺もちょっと行ってくら。おい新さん。新さん。あれ、思わねえな、しかし。大体このアサリのおつや、このアサリが悪いんだ、大体が。どうせ。ちょっと俺が行ってくれ。ちょっとお前さん。なんだよ。こっちがいいんだよ。お前らこっちです。おかみさん、おあきさんを呼んでくれんか。はい、ただいまちょっと他のお席に。すぐに参りますから。そうか、では待とう。かしら、お久しぶりでございます。その節はいろいろお世話様に。おかげさまで大助かりでございますのよ。おあきちゃんをこの店に紹介したのは頭なんですよ。もっともおかみさんには内緒ですよね。まなんだ。あのおかみ、この人は新さんつんだよ。どうしてもおあきちゃんに会いてえつもんでな。そうですか、うん、じゃあもう少し待っててくだすって。おお、いいよいいよ。おあきはまだか。どうもすみません。もう少しお待ちくださいまし。本当にどうもすみません。すぐ連れてまいりますから。百ぐらいしてけ。構わんからお脇を連れてこい。あのお客様、もう後のご用はございませんか。すみません。もう少し後で。じゃあお脇ちゃん、済んだらちょっと。どけ。この男どもお社地組よ、お脇をもらってくぜ。あもろ、下がれ。誰か来てください。その方ども武士の風上にもおける無礼な振る舞い、お社地組とは少子千番。その羽織の模様、尾張名古屋の金のシャチホコらしいが、その方ども、姉様のお膝元にありながら、こともあろうに尾張のシャチホコを飾りおって、けしから
黙れ、もろくじじい。文句があるなら俺が相手だ。待て待て、待て待て待てよ。この喧嘩俺が取るぞ。貴様何者だ。あの、めぐみの頭ですよ。武蔵組の旦那。俺はめぐみの辰五郎っつんだよ。お秋さんがな、この俺が後見人になってるんだよ。おめさん方どうしても連れてくんだらしょうがねえな。この俺が相手になるしかねえな。それでも構わねえかい。てめえ、お前がめぐみの辰五郎か。喧嘩はてめえに預けねえ。おいじじい、今度会う時まで預けとくぜ。その白髪首洗って待ってろ。何うっちょてい。はい。旦那、出しゃばったことして本当に申し訳ねえよ。あのね、旦那どうだろう。今夜のところは一つこのままお引き取りのほどね。めぐみの辰五郎ね。おうおう、お前がめぐみの辰五郎か。え、なるほど、なかなかの男立てじゃ。いやいや、よし、わかった。そうしよう。おわき、それではまた参るでな。よく考えて返事をな。はい。あ、おかみさん、今の人は誰だよ。さあ、一元さんってお断りしようとしたらおあきちゃんが。困ったわね。ずいぶんおあきちゃんを気に入ったようで。どうもさっきからどっかで見たなって、そんな顔なんだよ、ね。おかしら。飲み直そうか。新さん、新さん、おめさん知らねえかな。いや、知らん知らん。知らんぞ。新さん、ちょっと新さん、本当に知らねえかい。うん。そうか。いや、ああいう年寄りがね、この若い子に惚れるってこれ大事なんだよ。弱ったなはな。惚れとるのか。惚れとるのかって決まってるでしょ。ここはね、新さん、あの門前仲町の料理茶屋、ね、お秋様の鳥べっぴんさんだ。それは人も言われるに決まってますよ。まあまあまあね、それはよくいるんだよ。ああいうこの隠居でね、このまあこの旗本の隠居で、このなんつうのかな、このスケベーなのは。スケベー。あ、スケベーだよな。これどなたか落としたんじゃありません？どうもありがとうございました。ありがとうございました。茶屋に出入りを。あ、門前仲町の料理茶屋の女に会いに参っております。五郎座もやはり男よの。加納様は上様をお育てになったお方、しかも今は天下の祭りごとにも重要な役割をなされるお側用人。その通りだ。上様にとっては育ての親、いや、実の親以上。万が一五郎座の身に何かが起これば、上様にとっては計り知れぬほどの痛手であろうが。御意、深川にはお社地組と申す御家人衆の一団が暴れ回っております。加納様がそのようなものといさかいを起こせば、とんだ不祥事が生じないとも限りませぬゆえ。とんだ不祥事がの。して、そのお社地組とは。上様に代わり殿のご政道を望む御家人衆でございます。背後に控えます者は田浦剣持殿。田浦将軍吉宗の失脚を狙うこの男、尾張大納言宗春、そして本所深川を支配するこの田浦、宗春の推挙を得て本所奉行に出世した、いわば宗春の手下とも言うべき人物である。女に熱を上げるのもよいが、そろそろ仕事を始めてもらおうか。大島町一帯の薄汚い長屋を取り壊し、
新しい岡場所を作る。さよう四五十軒の遊女屋が立つはずだ。一軒から月20両場所代としてお社地組が取り立てる。そしてその金をだ、わしとお社地組とが折半。悪い話ではなかろう。いやしかし住民を追い立てるとなると名目が必要でございますよ。日よけ地を作る、それが名目じゃ。そうなりゃ鬼に金棒、あとはお任せ願いましょう。今一つ頼みがある。その方門前仲町の女に熱を上げているそうだが、あやめという茶屋を知っているか？知ってるも知ってないも、あそこには俺の。そうか。ではこのような男を見たことがあるか？こやつは確か。しかし素性は。素性は知らぬ方がよい。よいか中根、この男を罠にかけ武士の対面が立たぬようにいたせ。例えば色ごとでの人情沙汰、例えば心中未遂、これはの猿お方からの重要なお指図だ。守備よくいたせばその方の出世わしが約束する。じい、まだ風気が抜けぬようだな。はい、どうも年を取りますと。そうかな、なかなか顔の艶も良いぞ。おお、さようでございますか。それでは上様から頂戴した空人参が効きましたかな？空人参は風邪にも効くが、第一に体に精がつくと効く。しかしじい、年甲斐もなく悪用しては困るぞ。何とおせられます？なあじい、正直に申せ。昨日はどこにいた？今頃は確か屋敷の床の中、上様の夢を見ておりましたが。ではこれは何だ？おそれはじいが落としたものだぞ。上様、このじいにも召し使うものがございます。これはそのものにと思って買ってきたのでございますが、つい渡すのを忘れ。上様、まさかこのじいが上様に内密に屋敷を抜け出したとでも？どうしても言わぬつもりだな。上様、まさかこのじいの行動を助八おそろに？そう気を回すな。まあたまには羽を伸ばすことだ。だがなじい、あまり張り切りすぎて無理をいたすなよ。近頃の盛り場には虎の胃を狩る無法者が多いと聞く。じいは年の割には血の気の多い方だからな。上様。いや、め組の頭辰五郎に頼まれてこれを持ってきたんだが、私は徳田新之助と申す。まあ、じゃあ頭の？うん、居候だ。この間頭と一緒に門前町に行ったんだが。すいません、あんなことが起きて私頭のお座敷にも行かず帰ってきてしまいました。
どうぞお上がりください、うん、坊やが満吉かい。そうだよ。そうか、うまそうなアサリだな。そりゃそうさ、大島のアサリは天下一なんだぜ。まあこっち来て一服してください。どうぞ。青脇お茶を入れして。はい、今すぐ。青脇さん。え、いや、この間お写し組と喧嘩した客は、あれ知り合いの人かい。いいえ。じゃあ初めての。ええ、あの方が何か。いや、ちょっと気になったんだな。どうぞ。どうも。しかしお察し組というのは随分乱暴なんだな。悪いんだよあいつら。万吉、大きな声出すんじゃねえ。あの連中はお侍の魂をとうの昔に忘れたんだね。ゆすりやたかりを平気でするんです。でも奉行所の役人たちは見て見ぬふりなんです。絶対おかしいよ。そうだろう兄ちゃん。うん、確かにおかしいな。迷惑を受けているのは盛り場の人たちだけじゃないんです。この大島町は漁師や職人さんたちが多いんですよ。それでもあのおしゃち組に脅されてひどい目に遭わされた人たちがいるんです。ここの町の人たちはみんなあの人たちを恨んでいるわ。わしらはこんないい町はねえと思ってるんです。貧しい者ばかりだけどみんな人情深い人たちだから。大地アサリが取れるからな。お社長組なんかなんだい。今に上様は御殿場にやっつけてくれら。上様は当てにしちゃいかん。みんなが力を合わせればどんな奴らが来たって平気だ。そうだろう万吉。どうぞゆっくりしてってください。今アサリのお身をつけよう。ありがとう。また寄らせてもらうよ。じゃあ失礼する。俺一緒に行くよ。ねえ、なんて書いてあるんだ。よいか、だいたい火除けというものはその町の真ん中に作るものだ。ところがこのお触れによれば海辺の大島町一帯を取り壊すと書いてある。こんなバカな話があっていいものか。しかも江戸に町火消しを作ったかの南町奉行大岡越前の神に一言の相談もなくこのようなお触れ書きを書くとはもってのほかだ。そうだそうだな。ご覧のように大島町の中洲では天下一のアサリが自由に取れる。こんな子供たちがそのアサリを売って生計を助けておる。そういう人たちを有無も言わせず追い立てるとは何事だ。何だそれじゃ。本庄奉行の腰巾着か。何かわんけ。わかりましたよ新さん。深川の町火消しにも連絡して大島町一帯を守りましょう。しかしあれだけの町の住人を追い立てるには本庄の奉行所の役人だけじゃ無理だよ。あ、そうか。それでお写真組を使って。おそらくそうだろう。しっきしょう。しかしまたどうして。多分日よけ地を作るというのは建前、本音は別のところに。俺はその辺のところを調べてみる。どうせ悪巧みに違いない。その確かな証拠をつかむことができれば一挙にお社地組と本庄奉行田浦を叩き潰すことができる。中頭、とにかく大島町の方を固めてくれないか。え、
てめえら本庄奉行の横やりでも町奉行大岡様許してなんぞいねえんだ。俺っち町人の命のまといが取れるもんなら取ってみろい。分かったか。なに、誰が来たってビクビクすること絶対ねえぞ。自慢じゃねえけどな、この恵みの辰五郎ついてんだ。お前さん方には指一本絶対触れさせやしねえから、まあ安心すんだな。よかったね。でも頭、この次にはおしゃち組が来るんじゃ。おしゃち組がおめえなんだっつんだよ。冗談じゃねえよお前。大体なおい、社長なんつうのはお前屋根のこの端っこんとこに逆立ちでくっちくんってくっついてるだけじゃねえかよ。そこへ行ったお前火消しなんてのは強えぞ。自慢じゃねえけど、こしたらお前屋根の上で年中小踊り踊ってんだからよ、きつ熱い時あるけどな。ではじいはおとなしくしてるんだな。はい。しかし、なんだ。この間の茶屋での喧嘩がよほど腹に据えかねると見えて、昨夜お屋敷へ田浦監物をお呼びつけになりまして。よいかな田浦殿、あのような無法者の集団を放置いたすとあれば、この加納五郎左衛門にも覚悟がございまするぞ。恐れながら加納様にはいつお社地組と。それはわしの耳は地獄耳じゃない。余計なこと聞くでない。よいな田浦殿、このことは上様の耳に入れぬゆえ、早々にお社地組を解散いたせよ。ほれ返答いたせ。おいおいおい。はい。で、田浦は承知したのか。まあその場はおとなしく引き上げましたが、その後をつけましたところ、田浦は吉原の辰巳屋に参りました。そこで遊女屋の旦那衆を集めてとんでもない話を。なに、老いぼれのことなど心配いたすな。わしがすでに手は打ってある。それより大島町の取り壊しは10日もあれば片がつく。新しい岡場所はその方たちの手で早急にな。よいな。日よけ地の後に岡場所。はい。やはりそうか。そうなるとじいの身の上が心配だな。へえ、お園が見張っておりますから。よし、ではすぐに屋敷に戻ってじいを守ってくれ。いいか、一歩も外へ出すなよ。いらっしゃいまし、お待ち申しておりました。ああ、この間のお武家様でいらっしゃいますね。おう、おあきさんは。あの、それなんでございますよ。今日はお休みなんですけどね、この手紙をお武家様にって、おあきちゃんの使いの者が。あの、何か。おかみ、すまんが紙と筆を貸してくれんか。はい。どうぞ。おかみ、まことにすまんが、この手紙をめぐみの辰五郎のところまで届けてくれぬか。明日もしわしが辰五郎のうちに参らぬ場合は、この手紙を南町奉行所に届けるようにと。はい。おかみ、まことにすまんが、裏から行かしてもらうぞ。佃島の廃屋でございます。そこまで加納殿を誘い出し、茶屋娘ともども毒を盛り、
白装束にて屋形船に。上様の側用人が茶屋娘と心中か。御意。風流な話だが、果たしてどうかな。いざとなれば、私がとどめを。ならん。その方は手出しをするな。しかし、万一潜んじますれば。わからぬか。あ、万一失敗したら、田浦剣物を切り捨て、わしとのつながりを断たねばならん。申し上げます。越前殿より上様によろしくお伝えください。お秋と申す娘、大恩ある者の娘でございます。卑怯者どもにかどわかされ、これより佃島まで救出に参ります。上様に申し上げれば押しとどめられるは必要。幼少の頃より頑固者のこの爺の言うことをお聞きくださいました。おいの一徹、何とぞ最後の爺のわがままをお聞き届けください。かかる上は上様御馬前に討ち死にの覚悟にて毎日文字に突き進む所存にございます。えらいやるね、このお侍さん。頭、これをすぐ南町奉行所に届けてくれ。それじゃ。おいちゃん、加納殿のことをどうして言わなかった。へえ、親方様にご迷惑をかけちゃいけねえと。あの、あなた様は一体。親しい知り合いの者だ。何があったのか話してくれんか。へえ、わしらは紀州の加納様の親方で働いておりました。何、加納の。あれは確か五年ばかり前の秋口でひどい雨が降り続き、親方様は橋崩れに遭いなされて。しっかりしてください。加納様はその時のことを忘れなかったんでございましょう。わしらが江戸へ出てきたことを知って、月に一度は必ずこの長屋へ来てくださいました。いつでも親子三人揃ってお屋敷に来るようにと。どうぞ加納様、助けてください。お願いです、お願いします。じい、死んではいかん。死ぬんじゃないぞ、じい。一人じゃないかもしれんぞ。じじい、お脇はここだ。入ってこい。それとも腰が抜けて動けねえのか。毒ネズミどもが。よし、今から参るぞ。確保せ。じい、刀を奪ってねじ伏せろ。来たぞ。
めて水さかずきだけでもくれてやろう。何者だ貴様ら許さん一人残らず叩き切る。上様なりませんぞ。お刀が汚れまするわい。なりませんぞ。じゃないぞ。申し訳ござりません。海内に大島町の住民は立ち退かせろ。立ち退かねば残らず牢にぶち込め。手向かう者は容赦なく切れ。はっ。お奉行。ん。おお守備はどうであった。守備お覚悟のほど。なんと貴様はこのわしを。尾張大納言様を庭番流れ千代右衛門お命頂戴つかまつる。やつお奉行。見たぞ長右衛門。貴様将軍家お庭支配薮田助八。肩ぶりだな。は。上様にもお変わりなく。そちに聞きたいことがある。本所奉行田浦監物の一件
存じておろうな。はい。ところが一昨日何者かによって惨殺されましたと。五郎座、入れ。田浦を殺害いたした忍びの者の遺髪だ。年頃に伴ってやってくれ。尾張殿、そのことはもう忘れよう。要はその方を心底憎む気にはならん。同じ将軍家の一人としてそちに頼みがある。誰が将軍になるのかは問題ではない。天下万民のために何をするか、それが大切なことであろう。上様、将軍とは天下の民からたまさかにご政道を預かったに過ぎ。尾張殿、今は非常の時。そちと余が力を合わせ幕政を立て直し、一時も早く民百姓の暮らしを。尾張殿、余にそちの力を貸してくれ。知恵を貸してほしいのだ。私心を捨てご政道のために尽くしてくれ。頼むぞ尾張殿。すごいだろ。おお、なんか一緒に撮ったんだぜ。おい、バクシー、よかったな。おい、お前さん、こんなにたくさんどうするんだい。うちじゃとっても食べきれないよ。でも、せっかくシーさんが。うん、その通りな。シーさんが自らだよ。あのな、これな、大体な、あの長生きの薬なんだよ。それにだよ、もう一つやな。これはお前、精がつくんだ、精が。ほんとかよ、お前さん。あら、お前、性の話したらなんかパッと目が覚めるおい、これみんなにな、近所のお裾分けしてこい。えい、享保4年4月、将軍吉宗の命により本所奉行所は廃止され、深川本所の活気のある庶民の町は町奉行所の支配地となった。おお、上様がお釣りに。うん、大島町でな。さあ、刺身にしてくれ。やめそうな、生物は一切。ではせめて砂糖水で洗ってまいります。バカなことを。いかがなされましたか。とぼけおって、それではじいが紀州流にて腕を振るってまいりましょう。久方ぶりに上様と二人だけで一献。そうか、では頼むぞ。あは、うわ、どうだ。ああ目に血が
方にいる。吉宗評判記暴れん坊将軍。次回は金がねえと困るんだよ。せめて妹の薬代だけでもくれませんか。それで薬でも買ってやれ。喧嘩を売るつもりか。何？またよ、またよ、立てておください。火を消せ。今俺に任せろ。次回的岩見ていたにご期待ください。